もうウキウキだもん。ドリスバンノーテンかな。ドリスバンノーテンですね。ですね。メンズのレギンスですね。メンズのレギンス。そうなんです。彼はもうパターンナーとしてはもうダントツです。ねえ、はい、これから伸びていく感じします。あ、もうものすごく。もしかしてブサイクパンツと言われるやつですか。のターボバージョン。ターボバージョン。そんないろんなものが搭載されてるんですか。おはようございます。おはようございます。晴れたね。晴れましたね。今日はですね、こちらですね、どう1年半ぶりくらいだと思う。新作を見に、新作を見に行きますよ。新作とあとは男の人 の小悩みに答えてくれるという虫たちがね、それも見に行きたいなと思います。2本立てという。2本立てですね。はい、というわけで渋メンズたちに会いに行きたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めましては、渋メン一その言い方ディストリクトユナイテッドアズの、初代ディレクターというか、はい、栗野博文です。よろしくお願いします。はい、ディストリクトバイヤーの西間です。よろしくお願いします。ディストリクトの森山です。よろしくお願いします。ディストリクトの倉です。よろしくお願いします。今日は4人にお話を聞いてみたいと思うんですけども、この回を見るとメンズはこの夏乗り越えられますまるっとまるっと乗り越えられます。じゃあ今シーズンの、ディストリクトのテーマは何なんでしょうか。はい、エモーションです。エモーション何ですか。そのなんかこう、ね、このちょっと気持ちどやか溢れてきましたけどエモーション、どういう意味ですか。まあ、直訳するとね、あの感情とかそういうことになりますけども、やっぱりこの3年間コロナ禍で、まあ、お家に閉じこもりがちだったり、気持ちが塞ぎ気味だったりしたと思うんですね、はい、そういう時に洋服っていうのが人の気持ちを前向きにしてくれるものであると、はい、いうことを、まあ、僕らは声を大にして言いたい。なるほど。気持ちをこう揺さぶられる的な感じですね、はいはい。じゃあ早速揺さぶられに行きますか、はい、まずどこから行きますか。じゃあギャラリーから。ギャラリーからこっちですね。入ってすぐのとこですね、はい、お、まずは、はい、コムデギャラソンのオムプリウスで、はい、まあ、本当にもう歴史の長いブランドですけど、ものすごくカラフルですね。ですよね、うん、これとか、はい、ダイヤ柄。ダイヤ柄。ダイヤ柄。ダイヤ。こんなになんかビビッドなもの久々に見ましたね。そうですね。で、僕もこのニット買ったんですけど、ベストですよこれ、はい、お、結局そのダイヤ柄と抽象的な柄のコンビネーションで、うんうん、なんか屋根にも見えるし、屋根のような炎のような、うんうんうん、はい、ダイヤ柄ってクラシックな、はい、いわゆるアーガイルみたいなものとちょっと親戚なんですけども、うんうん、だからそこになんかこう違うモチーフも入ってるから新鮮なものに見えますよね。新しい柄は黒だからちょっと引き締め効果もあるから派手すぎないというか。そうなんですよ。へー、うまいことやりますね、はい、でメンズのレギンスですね、はい、メンズのレギンス。そうなんです。今シーズンコムデギャラソンプリウスが道化師がテーマなので、これあピエロの人ライクなアイテムが非常に多くなってまして、うんうん、まあ、これそのまま履くとちょっとなかなかな感じになると思うんですけど、なかなか、うん、まあ、ショートパンツとか私がピラティス行く時の格好じゃないですかピラティスやらない人にもまあこう履いてもらえるような。メンズはどうやって合わせるんですか。やっぱりショートパンツに合わせてこういう感じで、ショートパンツ下からみたいな。なるほど、パンツオンパンツみたいな。そうですね。なるほどなるほど。そのボリュームとか考えてあげると意外とレイヤード面白いのかなと思うので、うん、のっけからパンチパンチ食らいましたね私たちあれこれはこれはこれはそれはコムデギャラソンとナイキのコラボレーションです。へー、ターミネーターというモデルで、これファンも多い形なんですけど、こういうの男の子好きですよね。横顔がアルファベットの L っぽくなっているのがこれ、あ、全体が、あ、なるほど、こっちですね、はい、ランクとかとはちょっと違うフォルムがまた人気の。ちなみにここをカゴって言うんですね。勉強になりましたなるほど、スニーカー愛があふれるといろんな人に例えたくなるんですね洋服好きあるあるで、うんうん、この子はとか言いますよ。言いますよねいつの間にこの人 になったんだろうね、はい、あの買われたことをお嫁に行ったとかね、はい、言いますねそれだけ愛情があるって。そうですねエモーションです。エモーションですねうまいこと言ったそして次は、はい、アンダーカバー。アンダーカバー、はい、デザイナー高橋純さんのいろんなものに対するエモーションを感じるんですけど、うん、
今回は、映画とサブカルチャー。映画とサブカルチャー、これもじゃあ映画をモチーフにしてるとかですか。これは、うん、サンラっていう前衛ジャズバンドがあったんですよ、うんうん、で、まあ、この人はサンラっていう人なんですけど、うん、コズミックって書いてありますよね。はい、コズミック宇宙、はい、うん、でまあ、普通の綴りは C なんですけど、そう、なんか不思議だなと思いました。サンラさん本人は私は宇宙とこう交信できるっていうようなことをずっと40年も50年でもやり続けた人で、うん、サブカルチャー好きのジャズ好きの前衛好きの人にとってはもう神格化された人なんです。あ、なるほど。それをモチーフにしていると。そうなんです。へえ。あるいはですね、うんうん、今、音体盛り上がっている。おお。これは、ピンクフロイドのアニマルズっていうアルバムのジャケットまんまです。へえ。あるいは、ピンクフロイドダークサイドオブザムーン。うん、あ、そう、狂気って書いてある。はい、日本大学狂気なんですけど。うんうんうん。まあ、今シーズンのアンダーカバーのもう一つのテーマがピンクフロイドなんです。ピンクフロイドの T シャツ持ってたような気がするな。おお、さすがです。ロック好きの人たちはプログレと言ってしまいますけど、プログレッシブロックっていうのをほぼほぼ草分けです、うん、アンダーカバーっぽい感じしませんか、ここら辺全柄になるとそう、うん、アンダーカバーってこんな感じするっていう。でも森山さん着るとなんかすんなり似合っちゃうけどね、うん、森山さん何着てもすんなりしません、ね、すんなりさせ屋さんじゃございませんか。 それから、岩流ですね。岩流なんだ。ここなんかそう色もカラフルですね。そうなんです。割と結構派手な感じの。そうですね。岩流特流のこのシャーシャーいっぱい入ってるよみたいな。そうです、そうです。これがあるだけでなんかこうブランド名書かなくても、ね、ザ・ガンリューですよね。これってこういうショーツのこういうディテールでちっちゃいところでね、ガンリューのこう爪痕残しに行くみたいな。そうなんです。分かりますよね、はい、お、そしてポロシャツはおこうちょっと小さいポケットがついてて、ものすごくちっちゃいですねこれ私ロゴ代わりかと思ったらポケットなんですね。ポケットなんですよ。すごい細いのでボールペンとかあとまあサングラスとかちょっと引っ掛けるのに。あ、でもこの差し色だっていいですね。いいですよね。へー、面白い。一応これ使い道があることが今発見されましたね。それからまあ、はい、エモーション流れでエモーション続きで、うんうん、割と今までストイックなアプローチが多かったオーバーコートも、うんうん、今シーズンはオレンジとかカラフルな色合いでパイルとか、うんうん、あとこれもよーく見ると柄なんですよ。あ、本当だ、はい、ピンクとブルーのグラデーションみたいな、はい、これはあの、ね、ピーター・マイルズっていう500ピデザイナーとのコラボレーションです、うんうん。綺麗な色使い、はい、あ、見てこのパターンが優秀じゃございませんか。もう彼はもうパターンナーとしてはもうダントツです、ねえ、はい、来た時すごい綺麗そうです。そうですね、ここのテンションがないですね、はい、今度は海外勢ですね、はい、SS ダーリーと、はい、アーネスト・ W ・ベイカー、はい、SS ダーリーはスティーブン・ストーク・ダーリーっていう人がデザイナーで、はい、去年かな、うん、LV イメージプライズのグランプリを取りました。イギリス人なんで、うんうん、やっぱりそのイギリスの元々のカルチャーみたいなものをすごく大事にしてて、常にあ、イギリスだよねっていうのを感じさせる。これは多分種のことが書いてあるぐらいだから、なんかやっぱり植物図鑑がヒントだと思います、うんうん、彼はよくこう小動物出してくるんですけど、うんうん、まあ、ウサギとかダックとか、うんうん、やっぱりなんかイギリスだなっていう感じの、うん、これから伸びていく感じします。あ、もうものすごく、ものすごく。そしてこっちは、はい、アーネスト・ W ・ベイカーってリード・ベイカーっていう男の子と、うんうん、イネシュっていうあのポルトガル人の女の子のカップルで作ってるんですけども、うんうん、そのリード・ベイカーのおじいちゃまがアーネストっていう方なんです。すごく若いんでデザイナー2人が、うんうん、発想が常に若々しくて、うんうん、これも売れちゃったんですけど、はい、シャツとネクタイとジャケット全部同じ柄だったんですよ。へー、面白い。そうなんですよ。ありそうじゃないですよね。ないんです。うん、それからなんかとてもロマンティックな子たちなんで、うんうん、常になんかこう花のモチーフが出てきます。デニムがあったりとか。そうです。でデニムのボタンがクラシックにアルセタブルベーカーを彫ってあってブレザーみたいな感覚ですね。あ、確かこの襟ちょっと違いますもんね。普通デニムってこういう、そうですね、こういう感じなのにちゃんと襟ついてるっていうか。そうなんですよ。彼らはこのフレアのパンツがすごく人気で、履くと形はすごくいいです。うん、これとこれでやってほしいですね。そうですね、過ぎちゃうんですけど普通にね、はい、ワイルドじゃないです。ワイルドじゃないと、エレガントです、はい、エモーションだから、はい、で、まあ、テクネは逆エモーションっていうか、はい、静かさがひたひたと心を打つというか、
静かさになるの中にあるエモーション。なるほど、村上春樹の小説みたいな。あ、ありがとうございます。村上春樹って急にそういうところありません？皆さんわかりますか？わかる。また流してください。大丈夫です。大丈夫です。こういうの大丈夫です。そして行きますか、はい、まだありますよ。では店内ありますよ、はい。ようやく中に入ってくれますよ。はい、エモーションといえば。エモーションといえば、あ、よちょっともうウキウキだもん。ドリスバン脳天かな。ドリスバン脳天ですね。ですね。柄すごいですよね。そうですね。不思議ですよね。すっごい柄使ってんのに、はい、派手なのに地味なのはなんでなんですか。綺麗。綺麗。ついこの間お誕生日でした。この人。ドリスが。はい。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。東京から愛を込めて。はい、好き、こういうの好き。明智くんでもこういうの着てそうじゃない？ああ、好きですね。うん。明智くんこういうの好きなんですよ。ああ、ぜひぜひ。特に今シーズンは、はい、割と柄を。多いですね、強く意識してます彼は。このバッグとか特にすごくないですか。そうですね、私ドリスがバッグ出すの珍しいなと思います。いや結構ずっと出してるんですけども、うんうん、僕らがあんまり今まで積極的に仕入れてなかったんですよ。でもこのところどんどんバッグ良くなってて、うんうん、これは特に柄もいいん で, いいで、ね、これはぜひやりたいなと。なんかドリスの香水の柄が全部一個一個入ってる感じの。ちょうど去年かな、うんうん、香水を発表したんですけども、うん、パッケージだけで欲しくなってしまうような香水でした。すぐ品薄になって、ずっと待ってるけどずっとない。今すごいなんか私の愚痴になってた。エモーションが高まっちゃって好きすぎてね、はい、そして柄とかのね、はい、こういうで、まあ、特にオレンジ、まあ、他のデザイナーもそうですけど、うんうん、今シーズンオレンジを見ることが多いですね。オーバーコートもそうですよね。そうです。あとカラーですね。ディストリクトといえばじゃないですか。そうです。今日私が履いてるパンツもカラー。もしかしてブサイクパンツと言われるやつですか、はい、のこれ、ターボバージョン。ターボバージョン。そんないろんなものが搭載されてるんですか。そもそもブサイクと名付けたのは森山先生。そしてそれに拍車がかかってて、うん、それをターボと名付けたのも森山先生。なるほど。実は影のフィクサーじゃないですか。さらに太くなっちゃったっていう。そうですね。あ、横から見るとすごい違いますね、はいはい、めちゃめちゃ太い、はい、そして今回そのターボをちょっとディストリクトで別注でお願いして、はい、ターボのショーツバージョンを初めて2色、ね、はい、これどこの色、はい、そうですね。実は私インスタで男の人 の夏の悩みを聞いた時にショーツの着こなし方がわからないっていうのがあったんで、後半では、はい、ぜひ、はい、このプロフェッショナルに聞いてみたいなと思っておるので、はい、お楽しみに。そしてカラーに戻りますけども、はい、ちょっとその前に好きな、はい、これは何ですか。おお、ツッコミどころ満載な洋服に対してアーティストの加賀美健さんがかなって思った。、はい、洋服に、まあ、コメントを入れて、まあ、ツッコミまくってるっていうカタログです。私加賀美さん大好きなんですけど。面白いですね。これ持ってかれたみたいな。持ってかれたから見てる人は心の中で思ってることかもしれない。それはその持ってかれちゃったやつ。好き。でこの2つがターボ。吊るしてあると太さがより目立ちますね。そうですね。でこっちは、そこまで激しくないんですけども、うん、色が綺麗。ウエスタンシャツとか。これやっぱちょっとひねりが加えてあるというか。そうですね。こういう右と左がちょっと違うっていう。うんうんうん、はい。これ僕買いました。あとでターボショーツバージョンを履かせます。はい、おお、見たいですね。見たい待ちますか。じゃあでこの辺は、はい、多分前回も紹介していただいたデニムといえばっていうハンドルームっていうところ、はい、ラインナップになっていると、ね、常にベストセラーですね。あ、そうなんだ。特にこのブリーチタイプと白は非常に人気です。あとディストリクトでは欠かせないサイ、はい、人気ですよね、はい、これは何ですか。それはメンズですよね。そうです、はい、オーバーオールです。こっち向けてショーツ。オーバーオールショーツ。ショーツなんかショーツ多くありませんか。もともと好きなんですよ我々。おしゃれだからショーツも履きこなせるってことですね。でもこれは癖ありませんか。なかなか一瞬履いたら絶対可愛いですよこれ。
と思います。というかこれは女子に来てほしい。なんかそう、女子自分で来たいですよ、ね。普通に買い物したいですってやつですね。え、かわいい、こんなん出してんだ。そうなんです。それから帽子もあるんだ。はい、帽子は、木島孝之さんの、やっぱりオレンジが目立ちますね。そうですね、はい、なんかメンズの帽子はどんなのが人気なんですか今。まあ、キャップとかハットっていうのはもう当然なんですけど、ベレー帽もやっぱり当たり前のように定番化してきたなっていう印象ですね。結構来てます、はい、来てますね。ベレー帽うちはすごく売れるので、はい、毎シーズンやらないシーズンがないぐらい売れてますね。かぶりやすくて幅が普通の多分なんていうんですかね、ベレー帽よりも狭いんですよね。幅、あ、ここのですか。大黒様にならない、はい、いかにも絵描きっぽさは出ないですね、うん、出ない。あ、確かにそんなベレーベレーしてない、はいはい、うん、思ったよりもベレー感あかぶると。で、どうしましょう。僕は大丈夫ですよ、僕は。ぜひね、かぶってない人にやっぱかぶってもらって、我々の前髪をこうちょっとどかしてあげて、どかして、はい、あ、いいじゃないですか。キューバの英雄、確かにエルネスト・チェ・ゲバラ、強い顔してらっしゃるから。なんか思ってる似合いましたね。全然似合いますよ、うん、なんならこれからずっと被った方がいいと思います。だからそう、お政治抜きにすごいいい顔してらっしゃるんで。ああ、ありがとうございます。おそらくそのいい年の重ね方をしてらっしゃると思うんですよ。ああ、だから似合うようになったんだ。クリノさんが言ってくれるとなんか、ね、嬉しいっす。全肯定された感じで、全肯定、うん、じゃあちょっとレジの方で終わって。いや、取り囲まれてる。気づいたら取り囲まれてる。そういう誘導じゃなかった。ありがとうございます。いえいえ。はい、そして、はい、こっちもカラフル。はい、うん、あのソブリンという UA のネームブランドの中の一つで、はい、オリジナルブランドってことですか。リネンのシャツです。朝のシャツです。これもまためちゃめちゃビビッドなカラフル、フューシャピンクね。え、はい、はい、はい、ね、なんかこう日焼けしながら似合う色ですね、はいはい、おいくら万円ですかこれ。27,500円。はい、贈り物にどう。そうですね、もうすぐ父の日。そう、そして6月父の日じゃないですか、うん、717がパパの日なんです。あ、親の誕生日なんですよ。2回あげなきゃいけないの。おなんか微妙にプレッシャーかかってるんですよ。この5月くらいから。あ、何がいいのかな的なね。カラーのショーツを。あ、おお、でも全然着ると普通ですね。そ、横もそんなにすごい太いって感じがしない。やっぱり裾幅が広いので、ここはね、はい、トップスもちょっと、うん、今日みたいに少しゆったりとしたものを着てあげると、うんうん、結構上半身と下半身がつながって、バランスが取りやすい、はい、ブルゾンも脱いでみてよ。それも緩いやつ着てる。アンダーカバーだっけ、はい、うん、あ、確かに確かに。めちゃくちゃいいじゃないですか。おしゃれ。彼はああいうシックな色をまとめるのが上手で、うんうんうん、グレーとかベージュをよく着てます。なるほどね。おしゃれの参考になる。これ、はい、面に見えて実はナイロン 100% なんですよね。あ、じゃあ長パンと同じなんだ。あ、本当だ本当だ。なんかこうシャカシャカ感が、はい、履き心地はすごいドライで、シルエットもちょっと硬さのあるナイロンなんで綺麗に膨らみが出るっていうのが特徴です。うんうん、長倉君が着てるショーツはまずボリュームが普通のショーツと違う。だからまあ子供っぽくならない、色も合わせてる、はい、なのでそれシックに見える。ナイロンなんで、うんうん、張りがある程度あって情けなくならないっていうか、ベロンって休日のお父さんっぽくならないっていうか。自分がよくやったのは、うん、これにネイビーブレザーです。ああ、全然いい、全然あり、はい、どうなるんだろうと思ったけど、はい、でネクタイもありなんですよ。リストリクトだから似合うのか、人なのか、それともいやいやサリングなのか。大丈夫です。じゃあこれはあのパンツの回は後半ゆっくり見させて、はい、やらせてもらいます。はい、はい、そして次は、はい、ニューバランス。ニューバランス、ニューバランス。この辺にあるのはあのティディサンティスっていうエイメーレオンドレっていうブランドをやってる人が、うん、ニューバランスのクリエイティブディレクターになって、はい、彼が、ディレクションしてるシリーズですね。メイドイン USA のみティディサンティスのクレーさん入ってる990、はい、うんうん、あとその隣にある990のバージョン2、これですか、はい、はい、うんうん、あと上のミニの998、はい、うんうん、がテディサンティス。テディサンティスの特徴は色なんです。アンバイブのモデルをこうちょっと色を変えたりとか、色が出なかったり配色にして、はい、こういっぱい出してくれてるっていう、うんうん、
なるほどね。普通ニューバランスのスエードってこうヌバック的な洒落たスエードを使うんですけど、彼はあえてこういうボサボサしてラフな感じだと綺麗になりすぎないっていう。あ、変えたんですよ実は。あ、本当だ本当だ。僕紐替え魔人なんです。何ですあのまんま履くのも好きなんですけど、うんうん、紐変えるとすごく表情が変わるんで、ここからここは繋がるんですよ。うん、繋がりますね。カーキのパンツを履いた時に、うん、一体感があって。あー、なるほどね、はい、これは何ですか。はい、ドトドという、うん、奈良で靴下を作ってる日本のブランドでして、履き口を少し柔らかくした仕様にしているので、まあ、夏場むくんだ時にこう跡が出にくかったりとか、ちょっと柔らかい、はい、リブ編みになってますね。ニューバランスに合う目線の靴下は選んでまして、うん、これはちょっとルーズソックスっぽくクシュッとなるので、まあ、この辺とかと合わせてあげるとすごい合うかなと思いますね。さあ次はどうしますか。はい、ニューバランスつながりで、はい、ニューバランスに合うパンツっていうのを。ニューバランスに合うパンツ。ニューバランスに合うパンツ。リストリクトのオリジナルで作っていまして。へー、オリジナルで。まあ、やっぱりニューバランスってボリュームがある靴なので、うんうん、そのボリュームに合う裾幅のパンツがあるといいんじゃないかっていうので、まあ、こうニューバランスの N のマークが隠れないぐらいの程よい裾幅に設定したパンツがこれですね。なのでまあニューバランスって結構カジュアルな印象なんですけど、それは靴で合わせることによってまあちょっと上品なというか大人っぽさもしっかりと出せるので、仕事にもなんないいけますね。全然大丈夫です。コットンナイロンってもう本当に極薄の。あ、夏いいですね、これね。本当に夏にショートパンツ履かない人はこのパンツが一番いいと思います。うんうん、これとショートパンツと、はい、こっちは？これはプリーツ入りですね。タック入りですね。ああ、なるほどね。もっとボリュームを出したいような。そしてそして本日私もしているこの、はい、ベオーマってベオルマって書くんですけども、ベオルマ、去年で終わってしまったあるブランドがありまして、うん、ユナイトワーズ創業の第1日目からずっと33年間売り続けているブランドなんですよ、うんうん、でもその後継者問題でイギリスで終わっちゃったんですよ、はい、そのブランドがなくなることを惜しんだ人が、うん、ベストチーム25人か、うんうん、を再び雇用して、はい、機械も買って違う場所で始めたんです、うん、そんな愛があるんですか。 それがこのベオーマン。ベルトから始まった。そうです。なくなってしまったところとよく似てるけど全く一緒じゃないんですよ。ちょっとだけ変えていると、はい、うん、で例えばこのバックの太さとか、うんうん、色とかが微妙に前よりも男っぽくなってるんですよ。でそれがなんか非常に新鮮で、うんうん、今も毎日これです。へー、男の人結構ベルト使いますもんね。そうなんですよ、ね。すごくおしゃれな人でもベルトで、あ、ちょっと残念だったなみたいなことって起きちゃうんですよ。あ、そうなんですね私多分これからずっと人のベルト見る。いや通されますよ何かみたいなで、ディストリクト得意のこういう重量があり、うんうん、前回いろいろご紹介いただいたカルーゾ、はい、みんな大好きカルーゾですね、はい、小沢さん好きですよね。はい、小沢くん好きですね。ねー、その中に合わせるネクタイ、はい、またエモーション話に戻るんですけど、はい、顔のそばに来るものってやっぱり顔写りとか、うん、すごくこう密接じゃないですか、はい、そういう観点で今シーズン選びました。なるほど、結構ここら辺とカラフルなものが多いなと思いますね。地味なものだと飽きが来ないとか、地味なものが合わせやすいって思われがちなんですよ。それは一理あるんですけど、逆に地味なものは下手すると地味でしかないんですよ。僕らはネクタイはビジネスマンがしなきゃなんないからするものだとは全く思ってないんですよ。おしゃれの一つのもの。そうなんですよ、アクセサリーだと思う、うん、そういう意味でこういう綺麗な色、またオレンジです。またオレンジですねどうしよう、この今シーズンずっとオレンジ。そんなところでしょうか。ですかね。ケーシー、ケーシー、ケーシー、ちょっと今年は。ケーシー、うんうんうん、で、ここは割と無地物が多くて、うん、マグラ君が着てるアウターもそうなんですけども、うんうん、あのこうシックなアーシーな色が得意なんですけど、はい、今シーズンはこういう結構派手なというか、はい、ビビッドな色が、はい、可愛らしい。細かいことですけど、そのボタンの色とシャツの色が合ってるみたいな、うん、まあ、やっぱり楽しいですよね。こっちももしかして見ますけど、あ、確かに。そうなんです。分かると嬉しいもんですね。そうなんですよ。
いっぱい見ましたけど、はい、レイさん的に何が気に入りましたか。気になりました。やっぱりごめんなさい、あの何をどうしてもドレスなんですよね、やっぱり。やっぱりあとあのベルトはすごい目から鱗でした。なんかそう自分の視点にないものだったから、あこういう風に男の人はファッションをこだわり楽しむんだなっていうのが分かって、すごい面白かったな。全然違う目線だったから。そしてですね、今回はディストリクトぐるっと見回してもらったんですけど、次回はですね男の人必見です、悩みに答えます会なんですけども、メンズのショートパンツの着こなしと、あとは、男の人の夏のこなれた着こなしのコツをこの4人に伝授させてもらおうかなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。